あなたが10万円以上のお金を実際に出す時の最大の決め手って何ですかと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はコメント返信会の一区切り最終回ということで配信させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、まあ、動画に対していただいていたコメント、感想に対しての返信、あと、まあ、質問というかですね、ちょっと学びを深めるための、まあ、回答、そして、まあ、提示させていただいていた課題に対しての返信ということでさせていただきたいと思います。はい、まずは感想ということなんですけど、はい、毎日動画で元気いただいています。アウトプットすることが感謝の気持ちです。福利で頑張りますということをですね、はい、キムゴングエンさんですね、まあ、ありがとうございます。引き続きぜひ頑張ってください。はい、それから、おすすめの本注文しました。まずは読んでみないといけないと思ったからです。十人十色というように、さまざまな考え方で人生をかけて道を開いている生き方を知りたいと思ったからです。紹介くださりありがとうございます、ということで、まあ、橋本さんですね、まあ、もう実際手に取ってみようと思って行動したということであれば、本当さすがだというふうに感じています。すごいです。引き続きですね、何か自分の心にですね、まあ、宿る思いがあったら、衝動を感じたら、ぜひですね、同じような感じで行動をし続けていってください。よろしくお願いいたします。動画のご視聴並びにコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、それからは本当に、学びになりますということでですね、もう渡辺さんですけれども、もう毎回毎回本当にね、長文のコメントを書いてくださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、自分もまた株式大学の院生である以上1位の分析力を目指しますと。印刷業界は私の得意分野、ありがとうございますということで、いい調子ですね。本当に志高くですね、もう一回自分で宣言したからにはですね、必ず1位の分析力っていうのを身につけていってください。頑張ってください。応援しています。はい、動画のご視聴並びにコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、先生いつもありがとうございます。もっと分析する目が必要だなと感じ、今から邁進していきます。先生の投資家の目線を持つためには日常から意識することが必要だと感じます。例えばコンビニで最近このジュースよく見るな、このお菓子って海外のだけどよく見かけるな、などそこからどこが販売元なんだろうというふうに今までと違った目線で見れると、また社会を知っていく手がかりになるなと思いました、ということで、本当さすがです。はい、ぜひその調子でということで、まあ、自分のセルフイメージをですね、もう一回一回こうなんか切り替えるっていうよりは、24時間365日投資家として生きるということです。だからもうね、悦子さんが書いてる通りなんですけど、もうね、自分が24時間365日見たり聞いたり感じたりしているもの、そのものを全部投資家というセルフイメージでですね、認識していくということですよね。だからもうね、街っていうのはね、まさに最高の勉強教材だし、コンビニもスーパーも家電量販店も駅もですね、空港も全部ですね、もう見渡す限りの広告宣伝物すべて投資家にとっての、まあね、学びの宝庫なので、もうね、何を見たとしてもね、あ、なるほど、最近この商品売れてるってことはこの企業どうなんだろうということで、まあ、常にね、もう24時間365日投資家っていう目線でですね、どんどん学びを深めていってください。心から応援しています。はい、動画のご視聴並びにコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、それからあれはしない、これもしない、それもやらない、だけどこれだけはやるという先生のおっしゃる引き算で考えることは全てのことに当てはまるのですね、ということですね。まあ、一点集中で何を行うかが大切なことと気づきましたと。はい、でマキタがスバルから産業用小型エンジンの権利を買い取ったにもかかわらず、エンジンに見切りをつけて電動工具に製造特化したのは潔いことと思いました、ということで、まあ、今回もありがとうございますということですね。まあ、パラさんは今までね、たくさんコメント書いていただいてるんですけど、間違いなくこのコメントがもうベストのコメントだったというふうに感じています。はい、もうマキタってね、すごい優良企業ですよね。
そのね、事例っていうのをですね、動画を見た後にですね、思いついて、そして実際そうやってですね、このような形でアウトプットしてくださったと、すごくね、超具体的な事例とともにアウトプットしてくださったっていうのは、コメントそのものの質が、すごく高かったというふうに思っていますし、今まで書いていただいたコメントの中でも本当にベストコメントを書いていただけたというふうに感じています。はい、ぜひその調子でですね、これからもどんどん学びを深め続けていってください。応援しています。はい、動画のご視聴並びにコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、そしてコメント返信ありがとうございます。通勤電車の中でニヤニヤしながら聞いていましたということで、もしかしたら周囲の人たちもニヤニヤしながら見てたかもしれないですね。面白いです。はい、私の周りでもプログラミング大事だよねという言葉はよく聞くので、今回の白坂先生の視点大変勉強になりました。日本はいいと思った内容を全ての人に同じように平等に与えようとする傾向があるなと思っていますと。様々な経験ができる反面、得意なものでなければ苦手意識から自信を失ってしまうこともあるので、今までのやり方から変革が必要になるのではないかと感じていますと。これからの時代はいかに子どもの興味関心好奇心を育てて生かしていくかが 大切だと思いますし、自分の子供もまずやりたいことをやりきることで新たな気づきや学びを得てほしいなと感じます。義務教育小学生まででいいというのが目から鱗でしたということをですね、だから最初ね、何かやらしてみないと分かんないんで、とりあえずね、一通り手当たり次第やってみるっていうのはいいと思うんですけど、その後ね、減らしていくことができないんですよね。だから例えば国社算理 A みたいな感じで、とりあえずやらしてみるのはいいと思うんですよ。だから小学校は必要かなっていうふうに思うんですよね。だから国語、社会、算数、理科、英語、音楽、体育、美術、技術、みたいな感じで、とりあえずやらしてみないと、その子が何に興味関心持つかとか、どんなものに対して才能があるかって全く分かんないですよね。だから小学校は必要かなっていうふうに思うんですけど、でも明らかに例えば算数にはもう才能がないと、本人もやりたがってないっていうふうな状態なのに、中学でも国社数理 A が義務で、でも実際今高校って言ってもほぼ義務教育に近いわけですよね、国社数理 A って。ってなると、もう本人が一応小学校の時にとりあえずやってみて、本人は嫌がってますと、才能がないですと、それはもうね、自他ともにもう認める状態になってるのに、それでもやっぱりずっと引き算しないで、全部やらせるってことが本当に意味がないっていうか、本当時間の無駄だと思ってます。やっぱ才能がある子っているんですよね。いるんですよ。だからやっぱりその、例えば私はもともと進学塾の講師だったんですけど、やっぱり東京の開成とか、兵庫県の灘とか、もしくは鹿児島のラサールに通う子たちってやっぱ勉強に対して才能があるんですよ、やっぱり。でなんでわかるかって言ったら、勉強しなさいって言われないんですよね、その子たちって。もうなんかね、休み時間が5分10分ってすごい短い時間だったとしても、隙間時間だったとしても、ちゃっちゃかね、学校の宿題、効率よく終わらせてたり、塾の予習をしたりとかね、っていうのをやってるし、しかも結構ね、喜んでやってるんですよ。楽しくやってるんですね。だから例えば私は進学塾の社会という教科の講師だったんですけれども、やっぱりね、もう学校の社会のお勉強っていうのはもう楽勝で分かってるんですよ、その子たちって。でしかも私もやっぱりね、受験の、プロなので、やっぱり志望校に合格させる、そのために難しい中学受験の社会の問題が解けるような、そういう授業をしないといけなかったんで、毎回予習っていうのを指示してたんですね。だから次回の授業はここをやるんで、だからそこはね、少なくても教科書を読んで、テキスト読んで、自分なりに問題解いて、っていう形で授業に臨むようにみたいな感じで、予習っていうのを指示してたんですよ。そしたらもう当たり前に全員予習してきてましたし、そしたら私の授業って何なのかって言ったら、もうね、はっきり言って質問回答だけなんですよね、基本的にね。だから予習してきてる、テキスト全部読んできてる、問題も全部解いてきてる、自分なりに考えてもきている、それで結局じゃあテキスト読んで自分なりに勉強して予習して、分からなかったところがある人って言って手を挙げてもらって、でその
にその質問に対してどんどん回答していくっていう感じなんですよね。でそうすると、まあ、例えば45分とか50分の授業ってもう大幅に余ってしまうので、じゃあ何してたかっていうと雑談してたんですよ。でそれは教科書とかテキストの範囲を超える雑談をしてたんですね、うん、だから教科書にはこういうふうに書いてあるとかテキストにはこういうふうに書いてあるんだけど実際の社会っていうのはこういう感じなんだよっていうのをまあ話してたんですね。そしたらそういう話に限ってやっぱりね、もうすごくこうね、身を乗り出して前傾姿勢でなんか目をキラキラさせながら話を聞いてくれてたんですよ。でももっともっとなんか社会が好きになって、で、まあ、学校の宿題もやるし塾の予習もするし、まあね、雑談も興味深く聞くしみたいな感じでどん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 好循環になってたんですね。なので子どもたちの才能の見極め方って実はめちゃくちゃ簡単で、その子は何に才能があるのかないのかっていうのはですね、隙間時間に何してるかっていうのを見ればすぐ分かります。隙間時間に何をしてるか、だから学校の授業が45分授業とか50分授業とか塾の授業が45分授業とか50分授業とかっていうのがあったりするんですけど、その時間の過ごし方っていうよりも、ね、5分10分の、ね、空いてる時間、隙間時間にその子何やってるかなっていうのを見ると、まあ、その子の才能って分かるんですよね。ってなるとやっぱり勉強に才能がある子っていうのは、ね、はっきり言ったら隙間時間ですよ。本当に3分5分の隙間時間でもやっぱり勉強してるんですよね。でそういう子たちは才能があるんですよ。だったらその才能っていうのをどん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 伸ばす、っていう意味で、例えば中学とか高校とか大学とか大学院とか、っていうのに進んでいけばいいっていうことなんですよね。でもはっきり言ってほとんどの子は才能がないんですよ。まあすごい厳しい言い方をするんですけど、ほとんどの子はね、例えば親から勉強しなさいって言われないと勉強しないし、学校の先生から勉強しなさいって言われないと勉強しないし、塾の先生から宿題やったのかって厳しく言われないと宿題やらないですよね。ってことは才能ないんですよ。だったらもういいじゃんっていう話なんですよね。別にね、国社数理英音楽体育美術技術の中に才能がなかったとしても、ね、別に自分は漫画が大好きだとかゲームが大好きだとかアニメが大好きだとかね、うん、もういっぱい別に何であってもいいわけですよ。必ずしも小中高大学っていうそのレール上に才能がなかったとしても、だからって言って別にその子は全然活躍していくことできるし成功することできるんですよね。だからその学校の中に引き算がないっていうのが一番問題なんですよ。だから小学校で国社数理 A っていうのを一通りやらしてみる、それこそまあプログラミングのプーぐらいをまあ触らしてみるっていうのはまあいいかもしれないんですけど、まあ、逆に言えばそれぐらいでいいっていうことなんですね。でそうした時に、あ、算数はね才能ないなとかね、あ、技術は才能がないなとかね、っていうことがどんどん分かれば、じゃあ、まあ中国高校大学ってやる必要がなくなっていくはずなんですけど、ね、むしろそれをね、もう才能がないっていうことが自他ともに明らかなのに、ずっと義務っていう形で中学高校っていう形でやらせていくっていうのはもう全く無駄だというふうに感じています、うん、なので、まあ、そういう感覚でまずはね、子どもたちが興味関心があって、まあ、やらしてみないと才能があるかないかっていうのがそもそも分かんないんで、まあ、とりあえず一通り手当たり次第ね、まあ、触らしてみるっていうのはすごくいいと思うんですけど、だから小学校で十分っていうことなんですね。まあ、あとは才能があるないっていうのは、まあ、小学校6年間で十分わかるはずなので、自他ともにね、だったら才能がないものはやる必要ないし、才能があるかもしれない、可能性があるっていうんだったらそれをとことんハマらせてあげればいいということですよね。はい、ということで、まあ、園さんということで、もう子どもたちは本当希望です、ね、まあ、4人の子育て奮闘中ということなので、もうね、毎日毎日がなんか戦争状態じゃないかなというふうに思ってるんですけど、もうぜひぜひ、パワフルにね、エネルギッシュに、頑張り続けていただけたらというふうに思ってます。はい、動画のご視聴並びにコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、それでは次は質問っていうかですね、まあ、ちょっと学びを深めていくということで、ちょっと一つ一緒に考えていけたらというふうに思ってます。はい、ソニーっていう動画を配信してるんですけど、はい、なぜソニーはですね、まあ、最高技術を発揮できなくなったのかということで、はい、なぜソニーは創業時の技能を最高度に発揮できなくなったのだろう、事業のセグメントが多いからか、任天堂と違ってソニーはもともと電気大手、ゲーム会社ではなかった
ったはず。事業内容が多くなり複雑になっているのかも一因がのが一因かという感想を持った。企業は年月が経って大きくなるとどこかで原点に戻る必要に迫られるのかと感じたということですね。だからまあソニーってもともとは技能、一人一人技術者の技能っていうのを最高度に発揮させようと、そういう目的で結局そういう経営方針で会社が設立されているにもかかわらず、今は他社が作ることができる、半導体すら作ることができなくなってたわけですね。でそれは何でなのかっていうことです、はい、なぜソニーはですね、まあ、技能を最高に発揮することができなくなったのかっていうことを、まあ、ちょっと、この機会でですね、まあ、学びを深めたいと思うんですけど、まあ、結論はですね、もう会社が大きくなりすぎたっていうことです、これが一番本質的な理由ということですね。要するに従業員数が多すぎるっていうことです。はい、でまあ、ソニーの経営方針ということなんですけど、はい、もうこれね1946年の設立主意書に書かれている文章の一部なんですが、まあ、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたずらに規模の大を追わずというふうに書いてあります。そして経営規模としてはむしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために進み得ざる分野に技術の進路と経営活動を期するというふうに書いてるんですね、はい、そして従業員は厳選されたるかなり少人数を持って構成し、形式的職会制を避け、一切の秩序を実力本位、人格主義の上に置き、個人の技能を最大限度に発揮せしむというふうに書いてるんですね。つまり規模が小さいと、だから、まあ、そもそもソニーっていうのは規模の拡大を目指してなかったということです。少数精鋭っていうのを、まあ、目標としていたということですね。で規模が小さいということになると当然リスクも小さいわけですよ、だから例えば従業員の数が少ないってことになると、まあね、はっきり言ったら必要な売上っていうのもね、まあ、限られてるわけですよね。従業員の数が多くなればなるだけその会社として、大きな売上っていうのが必要になってきますけど、従業員が少なければ少ないだけ、まあ、結局ねリスクが小さい、だからそれだけ、まあ、必要最小限の売り上げで済むっていうことになるわけですよね。だから各個人ですよねの技能っていうので調整することができるということです。だから一人一人が持ってる技術技能っていうのは当然差があるわけですよ。みんなが同じ技術技能を持ってるわけじゃないですよね。だからある個人は、まあ、すごい高い技術技能っていうのを持っていたりするわけです。だからソニーはもともと各個人ですよね。だから最高技術を持ってる技術者のその各個人の技能で挑戦するっていうのはもともとの設立主義、設立目的だったということです。一方ですね、まあ、規模がもし大きくなるとどうなるかっていうと、これ当然大きな売上っていうのが必要になってきます。なので従業員の数が多いってことは、そのねたくさんの従業員の人たちに、まあ、当然給料を支払わないといけないわけですから、会社っていうのは非常に大きな売上っていうのが必要になってくるわけですね。でそうすると、まあ、標準的な業務っていうのを大人数で遂行するという必要が出てくるわけです。なんでかって言ったら技術技能って一人一人は結局差があるわけですよ本当はね。だからね本当はすごく一人一人技術技能に差があるんだけど、そういう最高技術最高技能を持ってる人たちっていうのはすごく限られていて、まあ、それ以外の人たちっていうのは大部分っていうのははっきり言ったら普通なわけですよね。でも普通の人たちだったとしてもできるものを、まあ、みんなでやっていくしかないわけです。そのなんか一人のねなんか超一流のなんか技術職人みたいな人たちがやれることっていうのは普通の人はできないわけですから、だからね普通の人たちでもできることをみんなでたくさん大人数でやるっていうことになるわけですよね。ってなると当然業務の標準化っていうのが必要になるわけです、だから、まあ、例えばマクドナルドとかっていうのは一番わかりやすいと思うんですけど、マクドナルドとか別に高校生でもハンバーガーっていうのをお客様に提供できるわけですよね。それだけ業務っていうのが完全に、まあ、細分化されて標準化されてるわけですよ。だから、ね、世界一のハンバーガー職人じゃないと作れないハンバーガーじゃなくて、極論高校生だったとしても作ることができるハンバーガーっていうのを、まあ、結局お客様に提供し、お客様に、まあ、それ相応の満足をしていただいているということになるわけですよね。だから人数が多くなればなるだけ、企業が規模が大きくなればなるだけ、まあね、はっきり言ったらその一流の技術職人以外の普通の人だったとしても結局製造工程に携わることができないといけないということになるので、業務っていうのがどんどん標準的になっていくし、標準的な業務を、まあ、みんなでやっていくっていう、まあ、そういう会社に変わっていってしまうんですね。
だから結果、まあ、大企業が大衆向けの商品っていうのを作り続けるということが起きます。はい、まず大企業は従業員の数が多いですと。で、従業員の数が多いんで、大きな売り上げっていうのを必要としてます。だからたくさんの人に買ってもらわないといけない。つまり大衆向けの商品っていうのを作っていくということになるわけですよね。だから、まあ、例えば日本のソニーだったらやっぱりテレビとか、まあね、そういうね、やっぱり一番もうね、規模が大きい。たくさん大きな需要がある。やっぱテレビとかっていうのがやっぱ主力製品にやっぱりなっていったわけです。だから大企業は大衆向けの商品っていうのを作り続けますと。そうすると、やっぱりね、失敗を避けるために挑戦しなくなるということですよね。だからもうね、はっきり言ったらみんなからね、嫌われちゃいけないとね。だからすごくね、嫌われるってことをすごく恐れるわけですよ。だから大衆の人たちにやっぱり商品っていうのを買ってもらわないといけないので、だからこうね、どっちかって言ったら挑戦するっていうよりも失敗を避けるという、そういう企業体質に変わっていってしまうということですよね。だからまあね、過去に成功体験がある無難な、まあ、例えばテレビならテレビっていうのをまあどん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 まあ少しずつ少しずつ改良改善してまあ作っていくっていうことしかまあしなくなるということですよね。まあ、そうするとかつての革新的な企業というのがまあいずれ革新的ではなくなるということです。そもそもなんで成功することができたのかって言ったら革新的な、ね、何らかの製品っていうのを作ることができたから成功することができたわけですけど、そうすると成功すると、まあ、大きな売り上げが入ってきて、まあ、そういうねもうすでに成功した後の、ね、企業っていうのに、まあ、人っていうのはどんどん集まっていくわけですよね。やっぱりみんな失敗したくないと、ね、いうことで、ね、成功しているもしくは成功した企業っていうのになんか安心安定を求める人たちっていうのがどんどん入社していって、でどんどんはっきり言ったら技術的には普通の人たちの割合っていうのが増えていきますから、そうすると、まあ、どんどん標準的な業務っていうのが増えていって、やがて、まあ、その企業っていうのが革新的でなくなるということですね。まあ、いわゆる、まあね、イノベーションのジレンマという状況が起きるということです。はい、イノベーションのジレンマっていうのはですね、まあ、結局大企業が正しいことをやり続けていると、結局後からですね、まあ、小さな企業に、まあ、はっきり言ったら負けてしまうということですよね。大企業はですね、まあ、要するに企業が大きいから、だから大衆に向けて、有料顧客に向けて、まあ、自分たちの、企業にとってすごく大事なお客様に向けて正しいことをやってるんですけれども、でもそれをやってるからこそ結局イノベーションが起きなくなって、かつてはすっごく小さかった、ね、企業に、まあ、結局、まあ、追い抜かれてしまうというのが、まあ、イノベーションのジレンマっていうことですね。はい、で、まあ、大事なことなので3回繰り返しますけど、企業の理想というのは最大ではなくて最適だということです。はい、企業の理想というのは最大ではなくて最適、企業の理想というのは最大ではなくて最適だから、顧客に求められている需要に対してその規模相応が一番いいということなんですよね。だから従業員数が最も多いとか売上規模が最も大きいっていうのが企業の理想ではなくて、その顧客が求めている需要に応えることができる最適規模っていうのが実は企業の理想だということです。ところがソニーはその最適規模を超えてしまったということですよね。だからまあ従業員数が20万人とかね、っていう感じで、まあすごく大きくなりすぎてしまったということですね。はい、なのでまあソニーは設立当初のまあ意図とは異なって、まあ最高度の技能を発揮するにはまあ会社が大きくなりすぎたということです。まあ実際はね、まあパナソニックに比べればまだね、まあ、再構築リストラっていうのをやったので、だからまあ従業員数っていうのも一番多い時からするとかなり減ってはいるんですけど、まだ全然ね、それでも規模が大きすぎるということですね。はい、だからまあソニーとは全く利害関係のない経営者が入っての再構築リストラということでも始まらない限り、まあ、ソニーの今後にも注目する必要はなくなっているという結論を言っています。はい、では次はですね、まあ提示させていただいている課題に対しての返信という形になります。はい、何を、お尋ねしたかっていうと、あなたが10万円以上のお金を実際に出す時の最大の決め手って何ですかということで、まあね、1回で10万円っていうのを出すということになると、まあ、例えばコンビニとかスーパーでね、なんかね、おにぎり買うとかパンを買うとかってことじゃないってことですよね。そうじゃなくてもっと、ね、大きな支出ですよね。だから日常で絶対に必要な、ね、生活用品を買うんじゃなくて、そうじゃなくてちょっと大きい金額の商品を買う、そういった時にお金を出す実際のですね、
出す時の最大の決め手って何ですかっていうのをお尋ねさせていただいたということです。そうすると人だと、ね、要するに誰がっていうね、だから商品を提供する人だとか、もしくは営業を提供する人だとか、とにかく人が最後の決め手だと、っていうことですね。あと人とリターンということですよ ね。判断基準はその人が信用できるかどうか、そしてリターンが10倍100倍になるかが私の判断基準ですということですよね。あとはもう自分の勘ということですよね。あと欲しいからということですよね。で、人は論理の生き物ではなくて感情の生き物ですということです。だから、ね、人が高級品ですよね。今回は10万円っていう数字を上げてるわけですよ。で、これはそんなに毎日毎日頻繁に支出する金額じゃないですよね。だから高級品になるわけですけど、人が高級品を買うのは欲しいから買うわけです。はい、これ以上っていうことですよ ね。大事なことなんでもう一度っていうことで、人が高級品を買うのは欲しいから買うわけです。はい、これで以上ということになるわけですね。だから評論家と実際にお金を動かしている人っていうのは別だということです。で、評論家っていうのは本人は買ってないんですね。だからお金を出してないんですよ、本人はね。だから買ってる人の心理を自分勝手に頭で推測してるだけなんです。で、本人が買ってないんで、だから結局ね、買ってる人の心理っていうのがやっぱりどこまで考えても分かんないんですよ。で、分かんないから結局複雑なんですね。だから評論家の話っていうのは非常に難しい、難解というふうになるということです。で、お金を動かしてる人っていうのは本人が買ってますよね。で、なんで買ったんですかって言ったら、論理の生き物じゃなくて感情の生き物でなので、だから感情で買ってるわけですよ。だから欲しかったから買ったわけですよね。もしくはなんとなく勘で買ってるわけですよ。だからめちゃくちゃシンプルなわけです。はい、で、勘が最も当てにならないようで、実は一番当てになるんですね。大事なことなのでもう一回繰り返しますけれども、勘が最も当てにならないようで、実は一番当てになるんですよ。で、なぜかっていうと、勘っていうのはあなたの人生の集大成なんですね。だから例えば40歳の方だったら、過去40年の人生体験の集大成として、負っていう風に感じるものが勘なわけですよ。だからね、誰かがね、1時間2時間頭で考えたものよりも、あなたの例えば40歳だったら40歳の方の過去40年間の人生の集大成として、負って思う勘の方が圧倒的に当てになるですね。だから勘で決めて体験しますと。そしたら成功または失敗のいずれかをするわけです。で、そうした時に、失敗すると勘の精度が上がるんですね。だから自分は勘で決めました、で、何らか体験しました、そしたら失敗しました、失敗するとその勘の精度が上がっていくわけです。はい、で、人の脳っていうのは失敗体験から最も深く学ぶように、できてるんですね。で、要するに二度と同じ失敗を繰り返さないためにはっていうことで、すごい一生懸命考えるんですよ。だからもう二度とこんな失敗を体験したくないという時にこそ、人は最も深く学ぶわけです。だから失敗が多い人は学んでるわけですね。逆に学びが深い人っていうのは、いっぱい失敗してきてるっていうことです。で、もしやる前からですよ、やる前から 100% 失敗するということが確実に分かっているならばですね、やる前ですよ、やる前にもう 100% 失敗しますと。で、これ成功確率が 1% も 0.1% もありませんと。 100% 失敗が確実だともし分かっているならば、人はそもそも欲しいとかやりたいとか買いたいとは思わないんですね。 100% うまくいかないと、100% 失敗すると、 100% 損するということがやる前から分かってたら、人はそもそも欲しいとかやりたいとか買いたいとは思わないわけです。にもかかわらず、あなたの感情が動いて、欲しいとかやりたいとか買いたいというふうに感じられたとしたら、それは体験に踏み出した方がいいっていうことなんですね。で、それは、成功の確率もあるから勘が働いてるわけです。これが成功確率ないですと、ゼロですと、算数数学的に成功確率ゼロですだったら、そもそも欲しいとか買いたいとかやりたいって思わないんですね、人は。なんでかって言ったら、勘っていうのは過去人生の集大成なんで、今までの例えば40歳だったら40年間の全ての人生体験から勘っていうのが働いていて、やりたいとか欲しいとかね、もしくは買いたいって思ってるってことは、それは少なくてもうまくいく可能性があるから、そういう勘が働いてるわけですよ。
だからもちろん勘は勘と、ね、確率は確率ですということですよね。なので、ね、勘で決めて失敗することはありますということですよね。いや、むしろ失敗することの方が多いということです。勘っていうのはうまくいく可能性がゼロではない、うまくいく可能性もあるから勘が働いているわけです。でも勘は 100% でもないわけですよ。 100% でもない、あくまでも自分の今までの人生の集大成なので、最も確率が高い判断基準ではあるんだけれども、でもやっぱり 0% でないのと同じように 100% でもないんですね。だから勘に従い続ければ 100% うまくいくわけでもないわけです。だから勘で決めたとしても、ね、そこに成功確率はあったとしても、まあ、うまくいかないことは起きるし、むしろ失敗することの方が実際は多いんですね。じゃあ体験に踏み出さない方が良かったのかっていうことですよね。だから勘で決めました、で欲しいとか買いたいとかやりたいと思って実際に体験に踏み出しました、で失敗しましたと。じゃあね、失敗したんだったら体験に踏み出さない方が良かったのかって言ったら、もちろんそうじゃないっていうことですよね。だから当然体験に踏み出した方が良かったということです。なぜかっていうと、人は失敗した時にこそ最も深く学ぶ生き物だからということです。だから人が学んでるっていうんだったら、あ、そのこの人すっごい学んでるなと、学びが深いなっていうんだったら、その人は誰よりも失敗体験してるんですよ。でその失敗の中から、なんで失敗したんだろう、もう二度と同じ失敗を繰り返さないためにはどうすればいいんだろうということで、その人は学びを深め続けているということですね。だから失敗は結局その人の学びを深めるのにものすごく役立っているということです。はい、なので、勘で決めて体験に踏み出しましたと、そしたら失敗しましたと、失敗したんで、その勘の精度、要するに人生体験の集大成である勘の精度っていうのがどん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 上がっていってるっていうことですね。で、人生に無駄な体験っていうのはないということです。要するにその人の、ね、勘がそれだけ精度が高くなってるのは何でかって言ったら、たくさん失敗してたくさんの体験をやってるからですよね。だからたとえその体験が失敗だったとしても、その人の勘を磨く、その勘の精度を上げるっていう意味で役立ってるわけです。だから人生に無駄な体験はないということです。大事なことなんで、もう一度ということで、人生に無駄な体験はないということですね。あなたの人生の全てが結局あなたの勘を磨くのに貢献しているということです。で結局人生っていうのはね、もうオセロゲームと一緒なんだということですね。どういうことかっていうと、生きてる間ですよね、それが人生80年100年120年生きてる間、途中どれほど真っ黒に周りが囲まれているような状況に陥ったとしても、自分を信じる、自分の勘を信じるという四隅ですね、オセロでいう四つ角四隅だけは、ね、何が何でも死守しなければならないということです。オセロでいう一番大事な四つ角四隅って何なんだって言ったら、それは自分を信じるってことであり、自分の勘を信じるってことです。それがオセロでいう四つ角四隅、そこだけは絶対に守り続ける必要があるということです。で逆に言えば、それさえ守り続ければ人生のどこかで必ず真っ黒の状況がバタ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 と白色に変わり出す時っていうのが来るんですね。でそうした時に、人生はオセロゲームと同じだということです。だから途中過程関係ないと。でゲームをやってる途中でどれだけ真っ黒だらけ、どれだけ黒がたくさんあるかっていうのは、何の関係もないっていうことなんですね。で最後の最後で勝てば、もうあなたの人生は勝ちなんだということです。だから自分を信じ続けようとね、自分の勘を信じ続けよう、これがオセロでいう四つ角四隅です。なので欲しいとか買いたいとかやりたいというあなたの内側から湧き上がる衝動に素直に従い続けようと。これはもうね、何歳って関係ないんですね。生きてる限りそれがオセロでいう四つ角だし四隅なんです。だから大丈夫ということです。たとえ失った時間は取り返せなかったとしても、ね、失ったお金であれば必ず取り返せるということですね。今回は、ね、どういう時に10万円以上の、ね、お金を出しますかと、ね、10万円以上のお金を出す時の最後の決め手は何ですかと、って言った時に、それお金なんですよね。
お金なんですよ。でお金であれば、ね、仮にそれが失敗だった、損したということだったとしても、必ず取り返すことができる。ここが時間とお金の一番違うところです。時間は取り返せないけど、お金は取り返せるわけですよ。で自分が自分の勘に従って、あ、これ買いたいな、欲しいな、やりたいなと思った。それで、まあ、お金を出した。10万円以上のお金を出した。で、結局失敗だった。うまくいかなかった。損してしまった。だったとしても、それはお金であれば必ず取り返せる。だから大丈夫だっていうことです。はい。故に、まあ、失敗を恐れるなということですね。内なる衝動に従って常に体験に踏み出し続けようということです。そうすれば、あなたの熱狂的な夢っていうのは、いつか必ず叶っています。で、改めて確認ということですけど、あなたの人生というのは、あなたが生まれた瞬間からですね、まあ、お母さんのお腹から出てきて、おぎゃーっていうね、おって言った瞬間から、あなたが最後の最後にね、旅立つまでの、ありとあらゆるすべての時間、ありとあらゆるすべての体験、その丸ごとすべてがね、あなたの人生だと。だから人生っていうのはね、特別な時間とかそうじゃない時間とかっていうのがあるわけじゃなくて、ね、生まれた瞬間から旅立つ瞬間の全てが丸ごと全部あなたの人生であり、あなたにとって最高の人生なんですね。だからこの時は最高でこの時は最高じゃないとか、この時は特別でこの時はそうではないとかっていうことじゃなくて、生まれた瞬間から旅立つ瞬間までの80年、100年、120年、それが全て丸ごとあなたにとって最高の人生だということです。だったらゆっくり休むのは永眠後からでも十分間に合うということですよね。本当に休みたいんだということであったら、もう永眠の後だったとしても全然間に合いますということです。はい。で、まあ今日も生きてるということだったら、もうそれは上等だということですよね。だったら生倉な自分ですよね。ついついね、手を抜きたい、楽をしたい、サボりたいと、ね、っていうね、怠惰な自分、生倉な自分、怠け者の自分と今日も懸命に戦えと。いうことです。はい。最後の最後で必ず勝つためにということですよね。はい。あなた自身の人生っていうのを最高のものに輝かせるためにね、勝つと。ね、自分に勝つと。自分に打ち勝つと。自分に負けない。自分にと戦うと。で、そして勝つということですね。はい。で、まあ、未来の希望である子供たち、孫たちに、今よりも1ミリでも、0.1 ミリでも素晴らしい社会っていうのをバトンパス、手渡すためにということです。だから、今日生きてるっていうんだったら、今日できることを精一杯やるということです。怠け者の自分と戦って勝つということですね。はい、ということで皆さん、今日も一日張り切っていこう。